岸田総理大臣は三重重県伊勢市で会見し、ししし新型コロロナのオミクロン株対対策策として重点をを国内対策に移す考えを表明しました。岸田総理は医療の逼迫を回避するため 自治体の判断で行政者に入院してもらい、濃厚接触者は全員を宿泊施設待機にする今の取り組みを見直すと表明しました。また、3回目のワクチン接種について、未使用分を活用してさらなる前倒しを行うとしました。これに先立ち岸田総理は伊勢神宮を参拝しました。総理大臣の伊勢参拝は、去年は新型コロナの影響で見送りとなったため、2年ぶりとなります。